はい。ラジオネーム、満足が止まらないさんから頂きました。東京都の方ですね。ありがとうございます。そらっち、こんにちは。こんにちは。 最初のソロラジオということで緊張されていると思うので、ここは一つテンションの上がる話をして肩の力を抜いてみるのはいかがでしょうか例えば、僕的になかなかにソラッチから弟ラブを感じるので、弟話を熱く語ってほしいです。ああ、ありがとうございます。そうなんです。私、兄弟がいて、えっと、弟が一人、三つ下くらいかなの弟がいるんですね。 でその弟とすごく仲が良くて弟ラブかはわかんないんですけどでも本当に仲がいいですねなんかその私が夕飯の買い物に行くとかいう時にすごい一人だと暇なので弟に「ちょっとついてきてよ」とか言うとついてきてくれたりしますねいいよとか言ってそれで帰り道はその買ったものを荷物を全部持ってくれたりとかしてすごいでその 行き道と帰り道の途中とか、まあ、買い物してる間もずっと日常にあった話他愛のない話とかを繰り返してますねそんな風にすごく仲がいいですそれであと弟弟と一緒ににの服を選びに行ったりもしてます。それは私がついて行ってこれがいいんじゃないとか言ったりとかして本当にお互いそうやって誘い合うくらい仲がいいですね。うんなな…んんか最初はそんな 小さい頃はめちゃくちゃ喧嘩してて殴り合いとかもうほんとすごかったんですけどなんかそのお互いの部屋のドアがこう向かい合ってるんですけど喧嘩した時一人がバッと部屋に逃げ込むとそのドアをガンガンひたすら蹴りまくったりとかあと私が馬乗りになってこう掴みかかったっていうくらいのもうものすごい喧嘩をしてたんですけどなんか大きくなってどんどん仲良くなりましたね。弟とははに仲がいいいです、はい ありがとうございます。